マリエが離婚回避を決定するそれに至るまで、周りがやいのやいのと口出しする感じと、オフィスに一人で残ってサイン押印というのが9話の最高潮という気もしたんだけど。どうも、かばしんです。テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。さて、チャンネルは木曜日、本日はこたつがない家9話です。離婚を迫る優作と、やっとの決心がラストのラストでひっくり返ったマリエ。離婚に対して結構冷めた感じの純喜がいて、達夫が本当に釣った魚をお刺身で食べる、わかるんだけど離婚回避のラスト5分には違和感があったのよ。こたつがない家最終章から次回最終回へ、令和のホームコメディは離婚しないことになった大団円からどう進むのかに研究する。優作が漫画のために離婚したがり、マリエは拒否していたけど、ラストはやっぱりマリエ頼みとでも言うか、あんなクズでダメな夫だからこそ、今までずっとやってこられたパワーの源だったのよと声高らかに離婚回避を宣言。まるで言いくるめられる、たしなめられるかのようでもあり、一度言い出したこと撤回したらかっこ悪いじゃないかという優作が不機嫌から治る子供のようだと感じたり、だが今回辛口で言うけど、あのラストの2人のはーい、これはちょっと違和感あったよね。今までにもずっと2人でやる仕草があれだったら、あのはーいだったらね、やはりこれでまとまったねみたいな、それでいけたんだろうけど、このあたりが昭和のホームドラマのそれとは違うなと違和感があったのよ。今までにもはーいがあればよかったんだけどね。離婚回避からこれってな、なんかちょっと出来すぎ的な。冒頭からコミカルな部分とシリアスなのが混在してたのをどうまとめるか、それが気になっていたんだけど、ここで一気にいや待て待て待てようになっちまった。そして結果的にこたつではなく、あのテーブルで4人でお刺身つつくっていう場面がまたね、いいんだけど、いやいやちょっと待って、そこにもう一つワンカット必要でしょうっていうのがあったのよ。ただ優作のクズ具合と離婚ネタの集めるそれが繰り返し繰り返し描かれたのは面白くて、優作というかもう吉岡秀隆さんそのものって感じのあのセリフ回しもクズですね。達夫にまでネタの提供ありがとうございますとか、徹底的に漫画集中な感じ出ていたし、自分で描いた漫画に笑ってしまうあたりはアーティスト感があったし、まあ変なやつというのもあるかもしれないけど、3人のさまざまないろんなクズっぷりの中でもやはりここ、つまり離婚騒動に中心があったのを感じさせた気もするのね。最終回がドタバタで終わってくれてこそのこたつがない家だと思うんだけど、達夫と純喜にも期待したいんだよな。そして今回の9話では検索が出てきたのが意外だった。和菓子屋の裏にいる的な雰囲気だけの存在になるかなと思ってただけに、ここはやはり純喜の将来も決まるのか。次回マリエが離婚回避を決定するそれに至るまで、周りがやいのやいのと口出しする感じと、オフィスに一人で残ってサイン押印というのが9話の最高潮という気もしたんだけど、やはりゴングが鳴って2人がきっちり話し合いになった場面が、あのゴングとか優作が漫画家だけにいろんなペンを持ってるとか、もうてんこ盛りだった。だからこそさっきも言ったように、はーいはね、ここのまとまりがな、ちょっと残念な感じがするんだよね。もちろんマリエがいや失うぜっていうそれとか、まだまだ続く最終回へのナレーションはいいんだけど、ここであくまでも個人的にはやれやれっていうマリエの顔からのナレーションで深堀家の多難は続くのです的な、それが欲しかった感じもするんだけど、4人が主役、クワトロ主演みたいになっちゃってるのがどうでしたかね、あれね。いわゆる茶の間的なそれではなく、今風なライトもついちゃったりなんかして、だからこそラストにこたつがない家の意味が、タイトルの意味が明らかになってほしいと願うばかりなんだけど、ゆるい感じのホームコメディと今風なそれの融合がある中に、
やはり昭和から令和に変わったところっていうのも大いにあるわけで、これからの世の中、本当にこんな家庭が存在し得るのか、だからこそ次回最終回で、あのカップルが結婚するにあたってどういうオチを持ってくるのかっていうのが気になる。ここまでの流れで結婚式の打ち合わせに来ていたという以外になかなか登場場面がなかった2人が、あっという間に結婚式当日を迎えることになった。そして深堀家の未来まで予感させるものであってほしいと思うわけよ。それにしても優作の役作りがハマっていたのが、私はこのドラマで本当に評価すべき点だと思う。もちろん小池栄子さん主演であることと、佐久間龍斗さん、小林薫さんらのそれもハマりどころではあるけど、アレンジ加えて2期目があるとつながるといいなぁ。ここでお知らせです。新年からなんですが、前にもちょっとお知らせ出させていただいたんですけれども、自動音声これを使わせていただくことが非常に増えていくような気がいたします。というのはですね、体調がやっぱりちょっと良くなくてですね、どうにもこうにもですね、なかなか収録をするのがままならないというのがありまして、まあそうは言っても全部自動音声にするつもりはないんですが、一部自動音声でやらせていただくようになると思います。そして字幕なんですけれども、当面の間はかなり省くことになると思います。ごめんなさい。本当に目がどうしようもなくて、本来ならば字幕あってこその私のチャンネルというようなつもりでやってきたんですけども、そこだけご了承いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。今あることをネットで語るがラジオのように聞いてほしい Like a Radio。 今後もぜひチャンネル登録、高評価、楽しいコメントをお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。それではまた。お相手はカバシンでした。スリタン See you. Adieu.